こんにちは、こんばんは。クロンです。皆様、いかがお過ごしでしょうか。最近、やっとこの時期らしい、寒さになってきたんじゃないですかね。風邪、ひいてないですか。クロンは元気いっぱいだぜー。今日はね、クリスマス作品第2弾ですよ。それでは、早速本編をご覧いただきましょう。材料のご紹介です。はい、今回も登場。プラバンくん。インジプラバンにお世話になりっぱなしでございます。今回は、クリスマスっぽいアイテムを雫型に入れていっちゃうぜー。それでは、張り切って作っていきますよー。こちらが、焼いた後のプラバンたちです。ちっこくて、かわいいねー。おやおや？材料に写ってた写真と違うモールドが。材料の写真、間違えとるんとちゃうか？間違えとるな。これ、セリアやな。皆様、失礼しました。今回は、セリアのモールドで作ります。はい。まずは、透明レジン液を入れてっと。さらに透明なレジン液を入れて、パーツたちを入れていきますよ。どんな感じで入れていこうかな。ところでね、前回、クリスマスの幸せな思い出のお話をしたのですが、今回は、なんでやねん？ってなった話を。あのね、小学校の低学年だった頃だと思うんですけど、昔話に出てきそうな。織物のおもちゃが欲しかったの。イメージとしては、こんなやつ。糸を通して、トントンして、地道に織っていきたかったわけですよ。でね、ちゃんと、これが欲しいんだーって母親にも説明したわけ。で、クリスマスの朝起きて、枕元見たら、プレゼントの箱が、来たー、来たでー。言ってたやつ来たーって思って、もう、ビリビリに包装紙を破いて、急いで開けると、こんなんが入ってた。母に、事情を説明してもらわねばなるまい。言うてたやつとちゃう？説明してもらわんと納得いかん。ってことで、母を問い詰めた。そしたら母の返事がこうだった。だって、こっちの方が、編むの簡単やで。ちゃうねん、そういうこととちゃうねん、昔話に出てくるやつが欲しいねん。鶴が折ってるやんか、旗折り機で、ああいうのやりたいって、散々説明したやん。なのに、なんで効率性を重視して、勝手にこんな便利なおもちゃ買うてるねん。って、なって、クロン大泣きしたわけ。そしたら、母にキレられた。あれな、逆ギレって言うんちゃうん。自分が勝手に、言ってたんと違うやつ買ってきといて、ギャン泣きしたら、キレるってどういうことやねん。って、子供ながらに納得がいかず、ふて寝しました。ふふふふふ。今でもそのおもちゃを見ると、あれ、欲しかったなぁ、って思い出す。ま、こんな残念なクリスマスもあよねー。ということで、今回は残念だったクリスマスの思い出でした。前回の動画配信の後、コメント欄でクリスマスの思い出を教えてくれた方、ありがとうございました。なんかね、ほっこりした。嬉しかったです。さてさて、また動画は進んでおりまして。今、ワイヤーラッピングを頑張って、はぁー、材料のご紹介でワイヤーが入ってへんやーん。動画編集してて、気づいたわー。そして、ギャーギャー言ってるうちに、ワイヤーラッピングが終わっておりました。あとはピアス金具をつければ完成です。
ねえねえ、ちょっといいかな。なんかさ、プラ板っていうより、シールとかフィルムが入ってるみたいに見えません？これ、プラ板せっかく焼いた意味があるんだかないんだか。なんかさ、もうちょっとこう。ま、いっか。はーい、かーんせー。クリスマス作品第2弾は、こんな微妙な感じになりましたー。くそ。焼いたプラ板余ってるし、次回、リベンジするぜー。ということで、今回はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではではー。